お願いします。お願いします。ここは北広島ってところで、その隣が江別っていう僕が住んでるところですね。僕の家の裏の庭に引いてるレンガはここで買ったやつで。そうなんですか。めっちゃかっこいいですね。どうぞ。ただいまー。こうやって振りながらこっち、あ、中に落ちそうな。あ、これちょっとパテ埋めって言って埋めてるやつですけど、木目がすごい可愛いんですよね。ちょっとこうカットしてるんで、みんなサンダルで。シャンプー台。あ、出ますよね。まあ下のリビングと水回り以外は全部自分たちでやったので、これ埋めるのめっちゃ大変で、なんか途中でやめてますね今。取り壊してマンションになって、マンションとかアパートになってますね。これがこっちの部屋ですね。いや、この謎の富士山みたいな。いや。ここは僕のメイン部屋ですね。なんかもともと違うところで働いてて、デザインしてて。可愛すぎる。雪が降ったら2段ベッド作るって約束してるので。ここはもうキャンプ道具と、寒い時バーベキューとか焚き火するのはここの部屋で。僕の完全な趣味部屋ですね。木切ったりして、まあ、もうそうですね。また一人になりたい時はまたここにも来ると。ここもともと真っ白だった感じで木張って。木好きですね。ずっと木選ぶ時もこっちじゃないなみたいな。そう、行ったら長くなるんで、嫁とかついてこないですね。木と一緒に寝れるみたいな。わかんないです。経年変化するものが好きなんで、木とか鉄とか。これは、イギリスかなんかのやつですね。ない道は自分で作るべし。よいしょ。中見れます。そうなんですか。もうそのしかいないんで。前同じ職場で働いてたので。働いて付き合って2ヶ月ぐらいで海外行って戻ってきてすぐ結婚したので、謎上でセットしたことはほとんどないですね。めんどくさいんでね、上まで行くのは。ビビってましたけどね、仕事辞めていくって言ったら。もう海外行ったことなかったんで、初海外でバックパックしたいってなって、世界一周したいって言って、まあ当時奥さんと付き合ってる時に奥さんが体調悪くなって仕事辞めるってなって、僕その時は南米にいたんですけど、北中南米縦断してて南米にいて、次はなんかパリに飛ぶ予定だったんですよ。パリに飛んで、パリのディズニーランド行く予定だったんですけど、ディズニーめっちゃ好きなんで、具合が悪くて仕事辞めるって言ってる彼女を置いてディズニーでミッキー耳つけてらんないなと思って。別によかったです。別によかった。僕めっちゃポジティブで、なんか普段ストレスが全くないですけど、その時だけは楽しいことと辛いこと半々だなみたいな。普段は楽しいこと10割で辛いことっていうのを感じたことなかったですけど、でもやっぱり大変でしたね。それは言葉の壁ですね。やっぱり全く分かんないし、でも途中から僕が分かんないだけじゃなくて向こうも分かんないから大丈夫みたいな。なんかお互い分かってないから対等な立場だなみたいな。余裕だぞみたいな。余裕じゃんみたいな。今年のクリスマスパーティーはくぼけルールでイベントを全力で楽しむっていうのがあるんで、犬の散歩してるおじさんとかに結構ね、ああ、受けられる。またやってるよこいつらって。ふいふいしてる。右手と右手でこっちとか。そうだよ。手を、うん、じゃこっちまだ。ちょっと下向いて。世界一美味しいパスタを、超料理好きなんで、やっぱりものづくりが根本的に好きなので、美容師って最高の仕事ですよね。やっぱりクリエーションしてお金をもらえるわけじゃないですか。だからもう究極僕にとってはお金もらえなくてもいいわけ、お金になってなくても、だから僕は給料5万でも10万でも別にいいみたいな、まあ、多くもらえた方がもちろんいいけど、もらえなくてもそれをやってる時間がもうそもそも幸せなので。そうじゃない人たちって本当大変だなと思うんですよね。お客さんの話を聞いてて、うん、いや仕事辞めたいみたいな、いやもう代わりに電話しますよみたいな、僕が代行しますみたいな、いやでも本当になんかもう辞めたいんだったら辞めればいいのにって、まあそうもうまくいかないこともあるんでしょうけど、楽しくないことに時間を費やすっていうのはもう全然考えられないので、僕にとったら仕事行くだけでも楽しくて、帰ってきて料理ができても楽しくて。楽しいことしかない人生ですね、今のところ。唯一好きじゃないのは洗濯干すことと洗い物ですね。普通のフライパンって、これが普通のフライパンですね。いわゆるフッ素加工とかテフロン加工してるっていう、なんかまあくっつかないみたいな。ただこれって100年経っても使えて、味が出て、でくっつかないんですよね、ちゃんと使ってれば。かっこよくないですか、寝れるみたいな、一緒に。子供にフライパンあげたいなと思って、この前言ったら、朝日はもっとなんかこういうやつがいいって言われて、なんか断られました、普通に。親の意向っていうのは、なんかやっぱり伝わらないもんなんだなみたいな、親になって思う。あ、なんか最初はシェフになりたかったですね、料理が好きで、調理人になりたかったと。あともう一つは、マジシャンになりたかったんですよ、僕。IH じゃないんだよなみたいな。ガスサンドにしたいってなって、その工事の人に言ったら、いや、IH しかも結構いいのついてますよみたいな、工事してお金かかるみたいな、しかも新しいですみたいな感じで言われて、いや、でも僕が欲しいのは火が欲しいみたいな。ここだけガスボンベ、ここのためだけについてますね、裏に。だって火見る機会って、普段生活してて、ないですよね。ないですね。やっぱまあ別に困んないんでしょうけど、大人になっても、火見なくても。でもこうやって見て、ガスの化学反応してるのが多くなるじゃないですか。これこれみたいなかもしれないですけど、僕お客さんのレシピ全く覚えてないんですよね。まあカルテも書いてないので、でさっき塗ったお客さん何使ったかも全然覚えてないんですよ。でもよくある感じとして、前と同じでって言われるじゃないですか。いや前よりよくしますって言って終わりです。ちなみにどんなんだったか覚えてますって逆に聞きたい。これでお客さんがリピートしてるからすごいなって思いますね。困りますね、でも完全に同じ再現してほしいって言われたら、そういう意味では僕はちょっと無理かもしれないです。嘘ついてもどうしようもないです、同じにできないし。カウンセリングで絶対できないことできるとか、なんかそういう期待は持たせないっていうのはうちのスタンスなので、やっぱりデザインから売ってるので、やっぱ無理難題な場合っていうのはすごく多いので、まあ、お客さんが期待してきてくれてるっていうのはめっちゃ嬉しいことですけど、現実的にできないことっていうのはやっぱ物理的な問題があるので、それはやっぱり伝えてねっていう感じで。これはソースが顔を表してきましたね。わかります、育ってきた感じ。わかんないです。もうちょっとで食べて。パスタと同時に出来上がりますからソースが。食べましょう。めっちゃ悲しい作業なのにお金を払って誰かにしてもらうって結構謎。ああ、来た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 、トワイライト間近。パパの友達いる？こんにちは。ちょっと光らせて。